はい、こんにちは、ジュリアです。カード開封動画382回目は2019年発売バイスクルミッキーマウスネオンです。ディズニーとコラボしているバイスクルで、メーカーの方が JL カードカンパニーというところらしいです。それでは開封したいと思います。箱を見ていきます。バイスクルミッキーマウスのネオンタイプで黒斑点のカードになっていると思います。で、ウォルトディズニーの斑点のシールで、一部の海外サイトではバイスクルミッキー&ミニーと表記されているサイトもあります。反対側がプレイングカード、上面がミッキーとミニーと筆記体で表記されているみたいですね。クロージャーシールの方は隠れミッキー的な表記とディズニーのマークが入っているクロージャーシール。バック面はこんな感じで、ミッキーとミニーがネオン管のような感じで表記されています。下面はバーコードと JLCC JL カードカンパニーで、メイドイン USA JL カードカンパニーコーポディズニーで、 USBCC のアーランガー KY の表記と、またディズニーと JL の表記があって、リサイクルマークです。それでは開封したいと思います。ティアテープの方がね、逆向きみたいですね。はい、切れ目を入れました。クロージャーシールの方はビニールタイプみたいです。はい、内面はシンプルな真っ白ですね。こっちがジョーカーみたいです。はい、反対側はこれはガフカードかな。はい、マジック用のダブルフェイスのカードが1枚、もう1枚がダブルバックですね。で、完全にボーダーがなくて、さっきの裏面と同じ表示になっていて、結構カーディストリーで使えそうな感じに模様が出ますね。それでは表面いきます。ミニーとミッキーがこんな感じでお互い向き合うと宙をするような感じになってる。ジョーカーの青と赤、カードの表記ではなくてミッキーと書いてます。で、全体的に全てがネオン表記になっていて黒斑点、端のインデックスはスペードですけど、数字のリップス部分がミッキーのシルエットになってますね。で、もちろん絵札の方もミッキーと多分ミニーになってるのかな。はい、クイーンのみがミニーみたいですね。赤ピプスはどうやらミニーのシルエットになってるみたいです。ダイヤの絵札どうかな。一応絵柄の方は違ってるみたいですね。クラブの絵札、ハートの絵札、で、ハートのエース。2019年のスタンダード54枚と、2019年のスタンダードよりも3枚分の厚みがあります。スペインの方は高品質、弾力の方はそんなに反りがなくて両面硬いかな。反りないですね。でも、まあ、一応取れるっちゃ取れますね。ではバルを入れてみます。入りにくいですね。ではフェイス側から入れてみます。スーッと入っていくのでモダンカットですね。はい、こっち側からこんな感じで
逆ファンだと、逆ファンだと完全に全部が青に見えて、そうで対称か。じゃあ反対側も同じですね。逆ファンだと青くて、普通のファンだと端が赤いミニの部分が出て、その下が全部青になるみたいですね。ネオンってあるからブラックライトで光るのかなと思ったんですけど、この表記だと多分のぞみ薄かなって思うんですけど、一応試してみましょう。はい、こんな感じでブラックライトで照らしてるんですが、完全に真っ暗で全く反応しないですね。どちらかといえばスタンダードの方がしっかり反応していて、表面の方のネオン表記のところも完全に真っ暗ですね。これはちょっとね、近づいて明るいからちょっと見えてるだけで反応は一切してないです。はい、というわけでブラックライトには一切反応しないっていう感じでした。バイスクルミッキーマウスネオンを開封しました。意外にもバイスクルでミッキーとコラボしているっていうのはこれだけみたいです。で、名前の方に一応ネオンとついていて、商品ページを見た感じではちょっと光るのかなというイメージだったんですが、全くブラックライトに反応せず光らなかったです。で、マジック用カードが2枚付いてて、普通に高品質なカードで、まあ、一応限定品ではあるので、2000円以上する定価とかなり高額なバイスクとなっています。それではジャンル分けします。2019年のスタンダードよりも3枚分の厚みがあるのでかなり分厚いですね。で、普通にモダンカット仕様で高品質、ウォルトディズニーとミッキーマウス、ミニーマウスコラボ、まあ、JL カードカンパニーメーカーも挟んでメーカーコラボ、ミッキー&ミニーのコンセプトデザイン、普通にもう売ってるとこ少ないのでレアレッグコレクションになると思います。バイスクルミッキーマウスネオンでした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。